無人島に一つだけ持っていくならチーズケーキがいいな。今日も立派な魔法少女になるためにものの気持ちを学びに行くんです。魔法少女マミリン。聞いたよ、例の話。東京がスカイのこと文句言ってんだろ。高さ1位が2位になったとか、でも見た目は相変わらず1位だとか言ってんだろ。知らねえよ、どっちもムカつく。誰だてめえ。あ、若者の街、渋谷の代表、モヤイゾです。渋谷の代表だと。へい、渋谷駅の南口でブイブイはしてます。ハチ公前が混雑しすぎるときに待ち合わせ場所に使われるハチ公の小判ザメ野郎が俺と同じ目線で話すんじゃねえよ。いや、そんなことないっす。今日のものはとても口が悪いですね。なんだてめえ。私、魔法少女なんです。物の気持ちを勉強しているんです。俺は物じゃなくて銅像だけどな。ああ、すいません。でも、あの有名な西郷隆盛像ですよね。上野の西郷さんでおなじみの。そうだよ。でも、何をそんなに怒っているんですか。あのな、俺はな、もっともっと有名になりたいんだよ。なんでハチ公はハリウッドで映画になるのに俺はならないのか。なんで坂本龍馬はかっこいいイメージがあって俺はちょっとダサいのか。だいたい西郷ドンってなんだよ。ドンってドンブルじゃねえんだ。俺も龍馬みたいに福山で大河にしろって言ってんだよ。でも結構有名じゃないですか。歴史の教科書にも必ず出てくるし。あ、もう足りない足りない。もっと有名になりたい。もっとチヤホヤされたい。もっと崇められて理想の調子ランキングで織田信長を抜きたい。そんで王札にもなりたい。福沢諭吉より俺の方がよっぽど日本に影響を与えてきたと思うんだけどな。ほうほう、西郷さんって結構欲張りですね。いや、欲張りっていうか正当な評価してほしいだけです。あー、とにかく俺も渋谷のハチ公みたいに俺の周りに待ち合わせの人で溢れ返ってほしいんだ。渋谷のハチ公はムカつきますよね。なんであんなにチヤホヤされるのか。俺たち銅像界の七不思議の一つですよね。お前さっきから俺と同じ立ち位置で話してるけどふざけんなよ。だいたいお前もうヤイ像なのかもうアイ像なのかも誰も知らないし、知ってるどっちか。あー、知らないです。モヤイ像です。しかもお前イースター島と何の関係もないんだろ。へい、1980年に新島からやってきました。せめて外国から来いよ。すいません。でもそういう西郷さんだって上野出身じゃないじゃないですか。俺は上野にゆかりがあるの。あ、え、そうなんすか。どんなどんな。ググれよ。とにかくこういうわけわかんない銅像が多すぎるから俺が埋もれるんだよ。池袋とかなんだよ、ダジャレじゃん。袋関係ないじゃん。だったら池袋なんだから巾着袋の銅像でも置いときゃいいじゃん。はぁ、あ、それ超かわいいかも。下手したら入りますかね。流行らねえよ。大体おかしいんだよ。世界の観光名所だってさ、ピサの斜塔傾いてるだけじゃん。欠陥住宅じゃん。アネハ物件じゃん。はぁ、あ、アネハさん懐かしい。君いくつ。それにしても西郷さん、今の100点の例えっすね。てめえが俺に点数つけんな。すいません。あとあれだよ、マーライオン、ゲロ吐いてるだけじゃん。それこそ渋谷にたくさんいるようなやつ。小便小僧、シモネタじゃん。これも新橋あたりにたくさんいるよ。立ち上のおじさんだけどね。そもそもハチ公の野良犬じゃん。いた放題ですね。一応ハチ公さんは帰らぬ人となった飼い主さんを待っているはずじゃ。それもどうかな。一説によるとただ毎日餌をくれる人がいて、その餌をもらいに毎日駅に通っていただけらしいけどな。よく知ってますね。よっ、サイゴペディア。ウィキペディアにかけたつもりか。語呂悪すぎんだ。もういいか、俺だって犬連れてるからね。ちゃんとした飼い犬だからね。愛犬家だからもっとそこリスペクトしてくれてもいいんじゃない。いや、そうしね。西郷さんがすごい方なのはもう分かりました。もっとみんなに愛されるべきです。はい、だろ。だから今後待ち合わせ場所に俺のこと使ってくれよ。あー、でも私待ち合わせするような友達いないから。え、俺たちでよければいつでも友達になるよ。あ、それはいいです。いや、俺とはなれるよね。あ、マジ無理です。ドーン。